全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病ってなかなか治らないですよね。あんなに不安で辛くて周りにも理解されないのに、その状態がいつまで続くのか、終わりの見えない恐怖に怯えています。私たち全国障害年金パートナーズに依頼する人も、長年うつ病で苦しんでいる人ばかりです。中には30年以上も治療を続けている人もいます。私は障害年金の専門家であって治療の専門家ではありませんが、うつ病が早く治る方法はないかと医学系の情報もチェックしています。すると2021年1月28日にネイチャーメディシンという科学誌に驚くべき論文が掲載されていました。その論文の内容を一言で言うと、脳内に埋め込んだ電極で喜びの回路を刺激すると難治性のうつ病が数分で改善したというものです。これまでも電気療法というものはありましたが、脳全体を電流で刺激するものでした。これでは大雑把すぎて、効果がある人がいる一方で効果のない人も大勢いたのです。そこでカリフォルニア大学の研究者たちは5年間の臨床試験を経て神経マッピング技術を開発したのです。この神経マッピング技術によって、うつ病患者一人一人の神経回路の特性を認識し、患者にとって最適な治療部位をピンポイントで刺激できるようになりました。そして今回、難治性のうつ病に苦しむ36歳の女性患者に新しい技術を使った治療を試みたのです。その結果は驚くべきものでした。この女性は過去5年間一度も笑ったことがないほどうつ病の症状が重かったのですが、突然心の底から本物の歓喜と多幸感を感じ、世界に色が戻ったように感じて笑みが絶えない状態に変化したというのです。これにより脳の適切な場所への電気刺激を送ることができれば、うつ病が大きく改善されることが分かってきました。もちろん一度電気刺激を行っただけでうつ病が完治するわけではありません。必要に応じて繰り返し電気刺激を行うことも必要です。しかし神経マッピング技術とともに脳波を計測するセンサーも発達しています。気持ちが落ち込んだり不安が強まった時には、センサーがそれを感知して自動的に脳に電流が流れるようになります。これにより症状の落ち着いた状態が維持できるようになるのです。脳に電気を流すというと少し怖い気もしますが、医学の進歩は早く安全性も増しています。今回紹介した治療法はまだ臨床試験なので、私たちが実際に受けられるようになるのはまだ先の話でしょう。でも少しずつですが未来は近づいています。うつ病は心の風邪なんて言われることもありますが、普通の風邪のように数日でうつ病が治る世界が早く来てほしいものです。そんな世界が来たら私たちの仕事はなくなりますので、全国障害年金パートナーズは廃業です。でもいいんです。うつ病で苦しむ人がいなくなるのなら、私は笑って廃業できます。それまでは全力で障害年金のサポートをしますので、ぜひ私たち全国障害年金パートナーズに依頼してくださいね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。